どうも、うるまです。はい、本日の動画はですね、自分の演奏ブランドのオープニングアクトからあの人気コラボコレクションのですね、新作がこの度完成いたしましたので、そのアイテムの魅力の部分だったりとか、アイテムのデザインとかね、あとはどんな風に合わせたらいいとか、あとはどんな風に使うのがおすすめかとか、このアイテムについてもですね、この動画一本で徹底解説をしていこうかなと思っております。はい、というわけですね、もうオープニングアクト自体もブランド5年目を迎えまして、早くももう年々ね、アイテムを生産するクオリティだったりとか、人気素材を使ったコラボレーションとか、そういったものもですね、多数リリースさせていただいてるんですけども、今回発表するコラボレーションラインがこのオープニングアクトの中でもですね、特に人気の高いアイテムになっておりますので、早速ね、アイテムのご紹介の方に移っていこうと思うんですけども、そのコラボレーションラインっていうのがですね、このオープニングアクトとあの人気機能性ソールブランドのこちら、はい、このビブラムソールですね。このビブラムソールを使ったこのシューズコレクションというのがですね、このオープニングアクトも特に人気が高いアイテムになっておりまして、過去にはですね、こちら、はい、サイドゴアのですねブーツだったりとか、あとはこちら、はい、モカシンシューズのレザーシューズとか、あと近いところで言うとこちら、はい、ボリュームソールのですねサンダルだったりとか、そういったものもですね、販売させていただいているんですけれども、今回ですね、この2024年、これからに向けてマストで押さえていただきたいですね。ほんとカジュアルにも使えるし、綺麗めのファッションにも落とし込めるし、あとはね、トレンドのテックファッションにも落とし込むことができるアイテムをこの度作りましたので、もうぜひね、ご紹介させていただきたいと思っております。で、今回のアイテムなんですけれども、このオープニングアクトとビブラムソールの中で初めてのスニーカーアイテム、そちらが完成いたしました。今まではブーツとかレザーシューズとかサンダルってところあったので、今までねスニーカー作ったことがないんですよ。っていうところで自分自身もですね、スニーカー絶対作りたいなってところがあったんですけど、結構試行錯誤を加えながらですね、まあ、何方かサンプル上げてたんですよ。けどね、ドロップだったりとか、もうちょっとこここだわりたいっていうところで、なかなかリリースに踏み込めなかったんですけど、今回ですね、こう満足いくものが仕上がりましたので、早速アイテムの方を出していこうと思います。はい、それではですね、今回完成したこのオープニングアクトとビブラムソールのコラボレーションシューズなんですけどのアイテムがこちらになります。じゃん、はい、こちらのアイテムになりまして、ちょっと近くで見せていこうと思うんですけども、こちら、じゃん、はい、このアイテムになっておりまして、まずですね、こちらのアイテム名からご紹介していこうかなと思うんですけども、こちらのアイテム名がですね、リアルレザーボリュームビブラムソールスニーカーでございます。このね、アイテムの名の通りこんな感じで、しっかりボリュームなのでですね、ビブラムソールを使用しているのと、こちら、はい、レザーシューズですね。パッと見てもらったらこちら、はい、革靴のように見えるようなデザインではあるんですけど、使用的にはしっかりスニーカーというアイテムでございまして、自分のね、最近のファッションスタイルがカジュアルコーデがね中心ではあるんですけど、綺麗なコーディネートとかね、そういったものも結構たしなみたいという気分になってくるときに、まあいいスニーカーが欲しいなと自分自身思ってたんですよ。けど探してもなかなかなくて、本当にスニーカーにしっかり寄ってるアイテムだったりとか、あとは完全な革靴だったりとか、このちょうど間ぐらいのアイテムが欲しいなと思っているところで完成したのがこちらのアイテムですね。いや、我ながらなんですけど、めちゃめちゃいい仕上がりになっていて、これまさにめちゃめちゃ欲しかった形なんでね。いや、またこれね、ビブラムソールの中でも人気のソールのデザインになってるんですよ。これがちょっと、ね、テンションが上がってしまいがちだったので、まずはですね、もう知ってる方も多いと思うんですけども、まずこのビブラムソールのご紹介からしていって、その後ですね、相手の特徴だったりとか、相手のディティールとかね、そういったとこご紹介に移っていこうと思います。はい、ではまずですね、このオープニングアクトとビブラムソールのコラボレーション、これでね、もう4カパ目になるんですけども、今回こちら使っているビブラム社についてですね、触れていこうと思います。このビブラム社っていうのが、このイタリアのソールブランドでございまして、もともとですね、登山用のシューズだったりとか、スポーツ用のシューズを手掛けているソールブランドでございまして、結構悪天候だったりとか、足元の悪いところとか、そういったところの歩行をサポートするようなソールブランドとして生まれた中、こちらのビブラムソール社でございます。いや、本当ね、この黄色いロゴ一度見たことある方がいらっしゃるんじゃないかなっていうところで、本当機能性が高くてですね、まあ元々がですね、登山用のブーツとして採用されていたこのビブラムソールなので、やっぱグリップ力だったりとか、あとクッション性とか、そういったところもすごい高いものになっていて、本当にいろんなハイブランドだったりとか、ドメスティックブランド、あとは自社でソールも開発可能なスポーツブランドとか、そういったところもですね、もう自社のソールを使わずにこのビブラムソール社のソールを使うっていうぐらい信頼の実力のあるようなですね、ソールブランドとして最近人気でありまして、元々はね、本当登山用だったりもするんですが、最近はこの武骨なルックスと高い機能性で、ファッションシーンの中でもものすごく知名度が上がっているソールブランドでございます。まあ、分かりやすい例えで言うと、アパレルのアイテムで言うとゴアテックス、やっぱ機能性素材の超人気素材あるじゃないですか。それのシューズマンで言うとこのビブラムソールですね。なので特にこのファッションシーンの中で言うと、このゴアテックスとビブラムソールっていうのがここ数年でものすごく人気が高まってるアイテムのカテゴリーだなって
自分自身も感じてるんですよね。なんでね、オープンアクトの中でもゴアテックスのアイテムをね多数リリースさせてもらってますし、こちらビブランソールもやっぱりトレードルームに対応したいし、やっぱ自分自身も履きたいので、まあ、開発を進める中でですね、こう完成したのがこちらのシューズでございます。本当ね、ビブランソールのシューズ本当にこれね、2024年の秋冬とか2025年のね、いろんなコレクションとかの中でもいっぱい発表されてて、まあ、ハイブランドとかでも例えばジルサンダーだったりとかバレンシアとか、もう幾多のハイブランドがこのビブランソールのシューズを使っていたりとか、あとは国内とかでもサカイだったりとか、本当いろんなブランドがですねこのソールを使ってるんですよ。ただこのビブランソールっていうのが本当に値段が高いソールでございまして、このソールを使ったアイテムであればハイブランドと平気で10万20万するし、国内ドメスティックブランドでもやっぱ5万以上10万以下みたいな価格になってしまいがちのね、本当人気のかつですね単価が高いアイテムになるんですけど、やっぱオープンアクトからですねリリースさせていただくってところで、もう限界のコストパフォーマンスで今回も使わせていただいておりますので、まあお値段の方もですね動画の後半の方にご紹介させていただこうと思いますので、でまずはですねビブランソールのご紹介は以上といたしまして、アイテムのね説明に移っていこうと思います。ではですね、まずシューズのディティール全貌からですね見ていってもらいたいなと思うんですけども、はい、こちらでございます。本当ね、冒頭でも言ったようにこのビブランソールの中でもしっかりボリューム感のあるソールを使っていて、ごく厚底に位置するものなんじゃないかなと思います。でこのサイドにビブランソールロゴもしっかり映えてくれてますよね。でこのね底の部分も、はい、ビブランソールのロゴが黄色いのがね代表的なものがあるんですけど、こちらもしっかり入ってるソールでございます。じゃあちょっと一周していきましょうか。こんな感じでダダダダダダダ、前から見るとこんな感じですね。はい、いやー、どこから見てもかっこいいっすね。うん。で、シューズに関してはですね、こちらローカットデザインになっております。ただ、ローカットデザインではあるんですけど、ソール自体にしっかりボリュームがあるので、まあ、それとシューズ全体的なボリューム感のあるスニーカーなんじゃないかなと思います。ただですね、ここ結構バランス感がすごくよく仕上がっておりまして、しっかり厚底ソールを使いながらもですね、シューズのフォルム自体は上から見るとですね、結構細めのフォルムになってるんですよ。なので、ボリューム感もありつつ、結構ね、スラックスとか、それ切れ目のアイテムとも合うので、本当に汎用性が高い一足になってるんですよ。で、しっかりね、この厚底を使ってることで、まあ、ハーフパンツだったりとか、ショーツ、そういったものと合わせてもらっても、強者が完成するので、まあ、どんなにファッションスタイルにもハマるのが特徴なこちらのシューズでございます。いや、めちゃめちゃ良い、これは。うん。でね、この細いフォルムに仕上げるには、いろいろ秘訣があって、もともとこのビブラム社からですね、ソールの提供を受けているので、もうソールのね、形が決まってるってことは、アッパーのデザインもある程度決まってくるってことなんですよ。なので、例えばソールの形が細いじゃないですか、今回。なので、この細いソールの上に、分厚い横幅の大きいものって付けられないんですよね。っていうのもあって、でこのソールに一番適した形は何かなと思った時に、この、ね、細いフォルムのレザースニーカータイプのものがですね自分的に思いついたので、こちら作らせていただいております。はい、という感じでアイテム一周見ていったので、まずはですねこのアッパーの素材の部分ですね、続いてご紹介していこうかなと思います。で商品名にもある通り、こちらリアルレザーを採用したスニーカーでございます。でこのリアルレザーといってもですね、素材はい近くで見てもらいたいんですけども、こちらがですね毛足がかなり短めなスウェードレザーを採用したスニーカーでございます。結構スウェードレザーといってもですね、結構いろんな毛足があって、例えば代表的なところで言うとこちら、はい、クラークスのバラビーとかそういったねシューズがあるんですけど、結構毛足が長いスウェードを使ってるのでカジュアルな印象になりがちなんですよね。なんですけど、こちら今回自分が採用しているこちらのスウェードレザーに関しては本当に毛足が短くて、なのでマットでこのブラックカラーもすごい深いような色味も表現できるし、毛足が短いことでカジュアルになりすぎないってところも表情的にすごい絶妙だなと思ったので、この素材を採用しております。まあ、毛足の長いスウェードを使うとですね、結構毛羽立ちだったりとかダメージもですね結構出やすいので、まあ、経年変化だったりとかカジュアルなコーディネート印象を出したいときは毛足の長いスウェードが結構おすすめなんですけど、どちらかというとですね、今回のアイテムは切れ目でもカジュアルでもどちらも合わせていただきたいっていう自分の意図があったので、この毛足の長いスウェードを採用しております。なので、ね、こうシーズン別で履けますね。やっぱ毛足の長いスウェードとかだと、やっぱ夏とかになるとさ、ちょっとなんか印象が浮いちゃうとかそういったところもあるんですけど、まあ、これだけ毛足であればほんと全巻通じて履くことができるので、やっぱコストパフォーマンスの高さっていうのは、まあ、履きやすさだったりとか、あと合わせやすさ、あとはシーズン別で履けるところっていうのが結構大事かなっていう自分の思いがありますので、やっぱり高品質で、まあ、常に履いていただきたいからこそ、アッパーの素材もですね、こだわって選ばせていただいております。で、このね、ビブラムソールの中でも値段にいろいろやっぱ差があって、ボリューム感のあるものだったりとか、まあ、人気のね、デザインのソールに関しては値段が高いんですよ。で、このソールはですね、このビブラムソールの中でも特に人気の高い、デザインになっておりますので、でそこにプラスね、この本願スエードを使ってるところでですね、本当に普通だったら高くなるんですけど、ここ相当頑張りましたね。はい、という感じで、アッパーのこのね、素材の説明は以上といたしまして、まあ、あとはですね、
続いてのデザインのところなんですけれども、デザインとしてはこのビブランソールに対してアッパーはこのようなですね、スニーカーデザインを搭載しております。結構クラシックなですねローカットスニーカーのデザインを結構ベースとしつつ、素材をですね先ほど言ったように毛足の短いスウェットレザーを使っているので、このクラシックのアッパーの表情に対してこのボリューム感のあるですねビブランソールを搭載することでトレンドのテク感もですね落とし込むことができるので、本当程よいバランスに仕上がっているんじゃないかなと思います。やっぱね、今回オープニングのビブランソールのコラボレーションの中で初めてのスニーカーを使うというところで、やっぱ普遍的で定番的なモデルをやっぱ一言作りたいなと思ったので、今回に使わせてもらったんですけど、本当ねちょうどスニーカーと革靴の間のいい表情に仕上がってるんじゃないかなって思いますね。でこちらシューレーズに関してはこちらモノトーンのブラックの紐を使っているので、このどんなファッションスタイルも落とし込むことが可能でございます。結構いろんなシューレーズ選んでみたんですよ。白いシューレーズをつけてみるとちょっと浮いちゃうし、このねアウトドアとかのねアイテムに使われるようなこの配色テープ、こう白黒のテープもね合わせてみたんですけど、ちょっと浮いちゃうなって思って、やっぱよりモノトーンで履きたかったんですよ。このねこのアッパーの部分もすごい深い印象の黒のねエソドを使ってるので、ここら辺に紐を浮かせるよりも全体的にもモノトーンに抑えた方が相手のバランス取れるんじゃないかなと思ったので、こちらはい全体をですねモノトーンに仕上げております。本当ねビブラムソールのこのロゴ以外は全部真っ黒のブラック統一にしてるので、本当濃度な印象のレザースニーカーなんですよね。はい、ではですねこちらのアイテムのディテールだったりとか、素材使いとか、そういったところのご説明以上といたしまして、ここからですね履いた印象だったりとかサイズ感についてのご説明をしていこうかなと思います。でまずですね今回足元履いてみるとこんな感じになります。はい、本当ねボリューム感もありつつけどね、なんかでかくなりすぎないというか、本当いろんなファッションスタイルにハマるような、アイテムのフォルムになってるんじゃないかなと思います。でですね今回自分が履いてるサンプルサイズが44サイズなんですけど、一番大きいサイズですね。対応サイズとしては28から 28.5 となっておりまして、で自分的な普段のスニーカーが28から 28.5 まさになんですよ。ナイキのエアフォースで言うと28、あとは、コンバースのオールスターとかってことで言うと 28.5、 あとアディダスとかそのサンバとかも 28.5 を履いてるんですけど、それでちょうどいいですね。結構ねこれサイズの選び方がいろいろありまして、例えばなんかローファーとか革靴とかそういったものに関してはワンサイズ下げたりとか、あとティンバランドのブーツとか結構作りが大きいものに関してはワンサイズとかハーフサイズ下げて履くことが多いんですよ。なんですけど今回デザインがですね、今回スニーカーデザインになってるので、通常のスニーカーサイズを合わせて選んでいただくのが一番サイズがハマるかなというところがあるので、特にサイズ感を下げて選ぶ必要はないかなというところですね。ただ今回フォルムが細いスニーカーになるので、まあ上げたとしてもワンサイズ上げていただいてもあんまブカブカした印象も感じないですし、あとはね今回フロントに紐がついているのでガッとしっかりですね絞ることも可能なデザインとなっておりますので、今回ねビブラムソールのシューズのコレクションの中でも一番サイズ選びが簡単なモデルになるんじゃないかなと思います。なので迷った場合は、通常履いてるスニーカーと同じサイズを選んでいただいて、ちょっとね足の幅が広い方に関しましては、ワンサイズだったりとかハーフサイズを上げていただいてもですね問題なく履くことができますので、そちらを基準にですね選んでいただければと思います。はい、という感じですねサイズ感についてご説明以上といたしまして、で今回ですねビブラムスニーカーどういった風に合わせるのがおすすめかなというところ、いくつかコーディネート組んでみたんですけども、まずは一つ目のコーディネートなんですけども、こちらになります。はい、もうやっぱりビブラムソールを使ってるので、やっぱテックっぽく合わせるのがいいんじゃないかというところで、まさにですねゴリゴリのテックコーデにはめ込んでみました。ただですねこのハーフパンツを合わせていただいても、やっぱ足元のねしっかりもう厚底でボリュームがあるので負けないですよね。もうこのバランスがすごくいいなと思っております。で続いてなんですけども、こちらのコーディネートになります。はい、やっぱ綺麗めのコーディネートを落とし込んでいただいても、もうものすごいハマるというか、こういったね綺麗めのスラックスとかそういったね綺麗めのアイテムに合わせるときは、なんかこれがねレザーシューズというか革靴っぽく見えるところもポイントでございます。で3つ目のコーディネートなんですけども、3つ目のコーディネートがこちらになります。はい、デニムとかと相性めちゃめちゃいいんで、これ本当ねスタイリングも選ばないし合わせるボトムも選ばないデザインになっておりますので、この一足ね持っていると本当着こなしの幅とかそういったものをですね広げてくれるし、つい頼りたくなる一足になってるんじゃないかと思いますので、ぜひねこちらのアイテムご検討いただけたら嬉しいです。はい、というわけでですねアイテムの詳細のですねご紹介とどんな風に合わせたらいいかというところをですねご説明以上となります。こっからですねアイテムの気になる販売価格だったりとか販売方法についてご説明していこうかなと思います。でまずですね皆さんが気になってるだろうこちらのリアルレザーボリュームビブラムソールスニーカーなんですけれども、まずお値段結構これ頑張りまして、最近ですね本当に原材料の高騰と、縫製工賃も本当に上がっていて、あとはこの海外からね、持ってくるものになったりするので運賃もめちゃめちゃ上がってるんですよ。その中で価格の設定本当に難しかったんですけど、限界まで頑張って、こちらのビブラムソールスニーカーがですね税込みでお値段が 19,800円になっております。いや今までの過去のコレクションの中で一番値段ハマってないんですけど、やっぱ2万円前後で今回頑張ってねお届け
けしたところがあって、やっぱね、自分の役目としてはビブラムソールを使ったシューズってね、やっぱいろいろ出てるし気になる方も多いと思うんですよ。なんだけど値段が高くて試せないって方も多いと思うので、もちろんね、プチプラのプライスではないっていうところはあるんですけど、このビブラムソールを使ったアイテムの中だと圧倒的なコストパフォーマンスを誇ってるアイテムの自負がありますので、ぜひですね、この値段でなかなかビブラムソールの本格的な仕様のやつはですね、買うことがなかなか難しいので、ぜひですね、このオープニングアクトでビブラムソールの素晴らしさをですね、知ってもらえたら嬉しいと思って、この限界プライスでですね、提供させていただいております。そんなですね、限界プライスで設定させていただいたこのビブラムソールのスニーカーなんですけれども、今回のですね、販売方法に関しましては、こちらのアイテム受注販売にてご注文を受け取らせていただこうと思います。でね、通常であればこの受注期間中に注文いただけたものに関してはですね、責任を持って全速ですね、ご用意させてもらうんですけれども、ビブラムソールコレクションに関してはですね、毎回結構ね、速数制限がございまして、すでにソールの在庫を抑えてるんですけど、やっぱね、上限がありまして、あとは生産キャパとかそういうのがあるので、過去もですね、上限に達して早期に受注打ち切るとかそういったものもありましたので、なんかもう買えないのとか追加生産ないのってところですね、結構言われることが多かったですけど、ビブラムソールとか、あとゴアテックスアイテムもそうなんですけど、機能性素材はですね、結構ね、上限がありがちなものになってしまうので、まあ、そこはですね、申し訳ないんですけれども、なんでね、今回絶対にゲットしたい方に関しましては、受注販売のもう始まったタイミングでご注文いただけたらですね、ゲットできる可能性が高くなるかなと思いますので、ぜひですね、こちら早めにご検討いただけたら嬉しいです。とは言ってもですね、受注期間中はですね、ゆっくりご検討いただきたいですし、気になる方はですね、動画のコメント欄だったりとか、あとは自分のインスタグラムで質問コーナーも随時行いさせていただきますので、気になった点はですね、どんな細かいことでもいいので、ご質問いただけたら嬉しいです。もうすでにビブラムソールの上限の在庫を抑えてはいるんですけど、なんとかですね、ご希望の方全員にお届けできるように在庫の調整だったりとか、そこはですね、販売期間中も随時、まあ、工場さんだったりとかビブラム社さんにですね、問い合わせながら在庫の方を確保していけたらなと思いますので、ぜひこちらのアイテムご検討いただけたら嬉しいです。で、気になる受注期間なんですけども、こちら、はい、今週末からですね、販売スタートになりますので、なのでこちらのアイテムぜひこちら2024年持っていると、まあ、活躍してくれますし、ほんとシーズンレス、まあ、トレンド関係なくですね、履ける一足になっておりますので、こちらぜひチェックお願いいたします。はい、というわけでですね、こちら1本動画丸々使って、今回ですね、オープニングとビブランソーのコラボレーションのこのレザースニーカーですね、ご紹介をさせていただきました。ほんと自信作になるので、ぜひですね、ゲットしてもらいたい一足となっております。はい、それでは本日の動画も以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。